現役時代の上砂川駅上砂川駅は、北海道空地郡上砂川城麻座上砂川に、あった北海道旅客鉄道、日本貨物鉄道の駅である。電報略語を沸かす。盲町線である、函館本線の支線、上砂川支線の終端駅であったが、上砂川支線の廃線に伴い1994年5月16日に廃駅となった。 上砂川町の代表駅であった。1976年の上砂川駅と周囲1キロメートル範囲。左上が砂川方面。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成密意が炭鉱を開いて市街が形成されると、この市街地を開拓地のうずら農場にちなんでうずら市街と呼ぶようになった。 このため1918年の同線布設時に国鉄側は終点の当駅に相当する地点の名前をうずらに策定していたが砂川港を所有する三井川が砂川の2文字を入れることを主張もともとこの炭鉱のための鉄道であったため三井川の主張が通り奥砂川東砂川などいくつかの案が出されたが最終的にパンケウタシない川の上流 つまり、砂川の上ということで、上砂川に決まり、三井が鉄道院へ申請し正式に決定となった。この直後からこの終点を中心とする一帯を、上砂川と呼ぶようになり、うずら市街も上砂川市街と呼ぶようになって、1926年の旅客扱い開始に伴う、当駅設置時点では、すでに地名としても定着しており、砂川町からの分庁の際には町名にも、 採用された。一方、元々の地域名に目指した、うずらは、後年になって、同線の中間駅に復活採用された。廃止時点で、単式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは、線路の南側に存在した。三井砂川炭鉱が創業していた時代は、多数の側線を有し時点で、ホームの北側に、 貨物列車専用線をはじめとした六本ほか、ホームと駅舎間に一線、炭鉱へ続く専用線もあった時点で四線。しかし、1987年の閉山に伴い、側線は使用されなくなり、防線下時点では、本線との点鉄機が撤去された状態で残存。ただし駅舎側の側線と専用線は撤去済み、その後撤去された。無人駅となっていたが、 有人駅時代の駅舎が残っており、乗車券が駅舎内で発見されていた。駅舎はホームの中央部分に位置し、構内踏切で連絡した。校設に備えた屋根が高く2段の傾斜を有した木造平屋建ての建物であった。旧駅跡に中央一丁目停留所が設置されており、北海道中央バスが発着する。駅跡に保存されている車掌車と、 客車2010年時点で、駅舎は現役時代とは向きを変えられ、位置も砂川寄りに移設されている。入口には、非別駅の看板が掲げられ、旧待合室内には、テレビ、映画撮影関連の写真などを展示するなど、観光地となっており、多くのファンが訪れる。また、プラットフォームと、その横にを8000系車商車用8055と、 梅雨に60景客車梅雨に6218が生態保存、展示されている。1984年に放映された、倉本総脚本、演出のテレビドラマ、昨日、非別でで、当駅がロケ地として使用された。同作品では、非別駅として撮影され、撮影後、上砂川駅の駅舎や駅名標の裏に、非別駅と書かれるようになった。また、 乗車券に小型の被別駅のスタンプが押されて発見されていた。また、1981年に公開された倉本総脚本、古畑康夫監督の映画、駅、ステーションでも同様にロケで使用された。2013年にリリースされた川野夏美のシングル、被別は当駅を舞台とした楽曲である。ありがとうございます。